にちは、ゆきともアプリの高野です。半年前にこのエレクターパイプを使ってテーブルを作ったわけなんですけども、結構役に立ってて、荷物置きもあるんですけど、テーブルとしてなんかちょっと出かけた時に出して使ったりとかして、役に立ってます。はい。ただちょっと半年間使って問題点が2点ほど出てきたんで、今日はそこをちょっと直したいなと思いました。よろしくお願いします。ゆきともアプリ。直したい点なんですけど、走行中にこの棚がちょっとカタカタ言うんですよ。カタカタ運転してるはずみでパンって外れたりとかするんですよね。なのでこれくっつけちゃっていいかなと思って棚置いただけだったんですけど、なんでそこをまず直したいなと思います。1点目で、2点目は置いて運転すると滑るんですよ。なので滑り止めを、なんとかしたいなと思いました。はい、じゃあやっていきます。ゆきともアプリ。はい、じゃあまずはじめにこの足以外のところを固定していきたいと思います。はい、じゃあまず板を取ります。くっついてないんで。はい、ということで上部のところはまずボンド、家にあったボンド、これで固定しちゃいたいと思います。失敗は許されないからな。よし。はい、じゃあ次に横の棒。これもね、たまにマスキングテープが薄かったせいか外れやすい場所とかもあって、めんどくさいんで、もう絶対取れないように固定しちゃいます。ボンドで上部は固定しちゃったんで、次は板、これを固定していきたいと思います。ドリルで下穴を開けます。無理かな、 DIY なんで大体で。穴開けてきます。はい、じゃあ4つ穴開けてきます。はい、無事できました。これ見てください。見事に失敗しました。はい、ドリルで穴開けすぎました。ということで、あと滑る問題はダイソーに行ったらいいものが売ってました。これで敷くだけでいいのかな。でもすごい良さそう。あ、多分滑んないと思うな、これ。置くだけでいいや。置くだけにします。見てください、ぴったり。
100円ショップすごいね。でちょっと余ってるんでここを切って、のあ、いいじゃん。はい、素晴らしいっす。多分すこれ置いとくだけで大丈夫はず。まあ、これまた使ってみてダメだったら何か考えます。はい、じゃあ車に設置していただき設置したいと思います。はい、ということで今設置完了しました。どうぞ。ウィッシュなんですけど変わらず、まあ、こんな感じです。でちょっと荷物を入れていきたいと思います。ストックもここで忘れないように、こんな感じでしょう。まあここまで正直一人だと使わないんですけど、これで荷物がたくさんあってもよいしょ、あ、完璧。はい、これでそうですね、3人は余裕っすね。家族の時もそうですね、これで家族で行く時も荷物たくさん乗っけるんで、どんどんと上にも使えるんで、うん、たくさん乗れます。まあ、あと、まあ、僕キャリアついてるんで、多分キャリアに乗せれば、まあ、4人も快適に行けるかなって感じですね。はい、じゃあこんな感じで、結構すっきりするんで、ぜひ皆さんも気になってる方はやってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。